こんにちは。今回は1年半ぶりにあのヤンバラムに来ました。今時刻は9時半頃で、今開いたばっかなんですけど、結構ね人がいますね。ヤンバラムには結構立派な資料館があって、結構こんな感じでヤンバラム自体が新しいので資料館も結構新しいんですけど、こんな感じでダムカードを配っ、あら、欠品中ですね。まあでもここ以外にも他の道の駅で配っているそうなので、こっからね、ダムカードが上に行って出てくるんですけど、まあまあダムカードありとして資料館の見学を進めましょう。結構ね近代的な作りになっていて、このガラス張りと白と暖かい感じの木のタイルがいいですよね。でここにはコンジットゲートの減衰台の絵があります。で2階にはこんな感じでフォトコンテストの絵が飾ってあったり、利根川水系のインフラ施設があったり、結構ダンマニアには面白いところかなと思います。ダンマニアじゃなくても結構興味深い点が結構ありますね。でここには実際にゲートが動く模型があったり、結構ねこの資料館高クオリティですよね。ここにタダで入れるってのがすごいですよね。ここにはヤンバラムが撮った賞とかが飾ってありますね。ダムアワードとか結構いろいろあります。下の階にはこんな感じでダム建設の歴史とかが書いてあります。カスリン台風で結構大きな被害があって、計画が始まったけど反対運動が起きて、すごい長い間いろいろ揉めてダム事業の実施が決定されて、また中止宣言されたりで、また始まったりと、結構ねいろんなことを繰り返して、ようやく2020年に完成したっていう、結構ねすごい長期にわたって作るか作らないかで騒いでましたね。それでは見学を再開しましょう。こんな感じで結構ダムの上流面が見れる、展望台があります。結構もう洪水が起こらない時期なんで水位が高かったですね。それにしても結構綺麗な色してますね。おお、結構湖面がキラキラしていて、今日すごいいい天気なんでね、結構ダムが綺麗に見えますね。あれは発電所とかに水を送る取水設備ですね。それでは早速展望を歩いていきましょうと思ったんですけど、ちょっとこっち側に来たら土木賞の表彰がありましたね。せっかくならこっちからダムが見えるかな。木で全く見えませんね。それでは気を取り直して天馬歩いていきましょう。おお、結構完成したばっかのダムなんで、まだコンクリートの色が若いですね。欄干には丸と四角が描かれていますね。そこに真っ赤な橋があって、他のダムと比べても結構ダムに近いところに直下に橋がついてますね。ゲートはこんな感じで優しい緑色の、黄緑色ですね。結構優しい感じですね。それでは、ヤンバラムの直下にエレベーターで行こうと思います。僕が2022年にいた時にはエレベーターがちょっとコロナの関係で動いてなくて、今回初めてヤンバダムのエレベーターに乗りました。たまたまヤンバ発電所の見学会があって、参加して動画撮ろうと思ったんですけど、動画撮っていいですかって言ったら、この発電機だけっていうことで、ここだけしか映せません。実際にここに水が流れてきて、ヤンバダムの、川に水を流すときに水田に発電しよう、有効活用して発電しようということで、ここにヤンバ発電所ができています。はい、それではヤンバダムの見学を再開しましょう。いやー、こんなかっこいいダムなんですね。写真では何回か見たことあるんですけど、間近で見ると本当にかっこいいですね。前回エレベーターが止まっててここ行けなかったの本当に悔しかったんですけど、今日本当すっきりしました。あと天気が本当に神がかってますね。ヤンバラムは本当に近くまで
携帯の近くまで近づけるんで、こんな感じでね、ダムを触ることもできます。記念にね、触っていくといいかなと思いますけど、結構冷たかったですね。この真っ赤な橋はヤンバモミジ橋っていう、そうですね。おお、やっぱりダムに近いですね。これ放流してる時とかめちゃめちゃ水しぶきが飛んできそうですね。いやー、かっこいいですね。天気が本当にいいですね。下流側には何かあるかな。おお、あそこにバルブがありますね。で、横にもなんかゲートがついてますね。とはあれは河川一放流の時に主に使ってるゲートですね。結構いろんなアングルからダムを眺められていいですね。これは放流した水の勢いを弱める副ダムなんですけど、結構大きめなスケールですね。あそこにあるトンネルはダムの建設時に水を迂回させて工事現場に水が流れてこないようにするためのトンネルですね。結構高いところまで登ってこれて、こんな感じでね、ダムのちょっとした展望台的な感じのハイキングコースの道がありました。はい、以上ヤンバダムの見学でした。まだ完成したばっかの出来たてホヤホヤのダムなの でこれからヤンバダムどんどん老けていくと思うので、まだ若い姿を目に収められるといいかなと思います。だけどもうすでに結構老けてる感じがして、僕が2022年に行った時より結構コンクリートの色とかも黒くなってて、どん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 コンクリートの色も黒ずんでいくと思うので、それもそれで時が経つ楽しみっていうのもありますし、結構アクセスもそんなに悪いところじゃないので、ぜひぜひヤンバダム見学してみてはいかがでしょうか。それでは次回のダムでお会いしましょう。さよなら。